本日は、イシューレツ像ということで、まあ、アイヌエの頂点と言われる、イシューレツ像を見ていきたいと思います。表紙は、まあ、次に出てきますが、月の絵という国後の主張です。イシューレツ像に関しての、非常に基本的な、事項を一応、列挙しておくと、柿崎波郷という、彼は、松前藩家に生まれた、あれで、当時の、藩主である、松前道弘の弟にあたります。断絶してた柿崎家に、養子に入って、まあ、柿崎家の、柿崎家として、まあ、家老式、基本的には江戸詰め家老、家老として、参加してました。で、彼は、まあ、江戸詰め家老として、将軍家とか、あるいは京都の奥家さんとかと、交渉することが多く、一つなりとして、彼は、画家となって、この、アイヌ絵の他にも、まあ、普通に、まあ、武者絵とか、関羽と張飛の絵とか、いろんなものを描いてます。花とか、美人画とか、そういったものを、まあ、普通に、画家として、まあ、このアイヌ絵を描いてた頃は南品派と言われるやつで、後半、人生の後半からは丸山、四条派に転向してますけども、当代の有名な画家であり、家老であった、政治家であった、柿崎波郷によるアイヌ絵の最高峰と言われるものです。で、描かれているのは、国後宗の戦いと言われる1789年における、北海道道東部の、アイヌの放棄とその、鎮圧。その中において、まあ、松前藩に協力して、この国後宗の戦いに活躍したお味方絵像と言われる人々を描いたものです。で、そこには12人のアイヌの首長たちが描かれています。で、これについては、このイシューレツ像が、まあ、アイヌ絵というのは基本的に和人がアイヌを描いたものであって、当然そこには当時の和人のアイヌに対するさまざまな視線、まあ、物の見方、そういったものが色濃く反映されているわけであって、まあ、これイシューレツ像においても、例えばひげ、長髪、三白眼、そういうような太い眉、一本眉毛、こういった、割合当時のアイヌに対する、まあ、ステレオタイプの見方、これは結構反映されてるんで、これはアイヌに対する偏見があることは事実である。ただ、それが敬意を、まあ、彼らなりに敬意を払ってるのか、それとも彼ら自身に差別あるのか、まあ、この辺議論がいろいろあったりして、まあ、このイシューレツ像をどのように評価するのかというのは、難しい問題であります。で、一個一個ちょっと見ていきますと、全部、一つを除い、これは、柿崎波郷自身が書いたとされている、柿崎波郷が実際に書いた原本といいますか、柿崎を書いた、ものです。で、現在よく見られるのは、実は柿崎波郷が書いたものを模写した、模写本が、まあ、国内には、あるんで、あれですわ、これの原本は、フランスのブザンソン。に、あって、まあ、ブザンソンにある由来は不明なんですよ。ブザンソンに、で発見されたと。で、ブザンソンのやつは、今から3年ほど前に、日本で、日本に、里帰りを行われて、2回目ですけども、イシューレツ像展が行われて、私もこれ、大阪の、民泊に行って、お土産品の、これを、こうやつを、こういう絵はがきを買ってきて、一応絵はがきになってるのかな、ちょっとですけども、これは国後の、操作人である、月の絵の絵ですが、いくつか、ポイントを、言いますと、まず、着てるのがロシアの軍服であると、その下に蝦夷錦を着ていると、でロシアの 軍歌、履いていて、という割合ハイブリッドな形をしていますね。ものすごいヒゲと典型的な一本眉毛に三白眼という、まあ、割合アイヌの基本、アイヌ絵の基本を抑えているあれですけども、その迫力とかそういったもので、まあ、このアイヌの、まあ、最高峰というふうにも言われるやつですが、まあ、これ一つ実は問題がありまして、月の絵は当時72歳です。だからこれちょっと若すぎるんですよね。どんなアンチエイジングやってるんだと。いう感じになります。で、もう一つ、問題となりますのは、こういった様々な
小道具については松前藩が貸したというふうに、まあ、書かれている。だからこれはアイヌの、普段の姿、それを表したものではない。松前藩が、当時のアイヌの、風俗をことさら大げさに、書き立てたという側面を、忘れてはいけないと。で、何よりも最大の問題は、月の絵は、彼は松前に来ていません。したがってこれは想像上の人物です。ということがあります。これも、月の絵と並んで有名な絵です。イコトイ。厚岸の総サビトルイコトイであって、月の絵との、血縁関係は、おじとおいの関係とあります。このイコトイの母親が月の絵の妹であると、言われています。だからまあ、国後の総サビトと、それから厚岸の総サビトというのはそういう、関係であって、おそらく総サビトというのは代々、世襲制で、婚姻関係をこうずーっと広げていると、いうことは現在確認されています。で、彼の場合は、裸足でありますが、この蝦夷錦とロシアの軍服という点では変わりません。このイコトイ自身、イコトイ当時、30半ば、であってだいぶ若いです。で、かなり若くから、総サビトであって、ちなみにこの、先ほどの国後の、月の絵は、実は彼は、総サビトになったのはこの乱の後であって、戦乱王国当時は彼は脇尾サビトというワンランク下の人物ですね。国後の総サビトは三吉という人物であって、その三吉の、元のナンバー2が月の絵だったわけであって、この辺やっぱり世襲制、やっぱり彼が代々厚岸の総サビトの、地位を継ぐ、家系だったことがわかります。で、これはどうも、厚岸は昔から結構、大規模な、主張がいたことは、オランダ戦の、フリースの、オランダのフリース艦隊が、厚岸を訪ねたときに、そこのところに、王というかそういったものがおることが確認されてますから、多分結構名門だったんだろうとは思われます。で、問題、これも大きな問題点がありまして、このイコトイも有名な人物なんですが、彼も実は松前には来てません。したがって想像上の人物です。次はノッカマップのショーンコです。彼は、ノッカマップ、現在の、根室半島の先っぽです。ショーンコと言いますけども、彼の場合逆に、ものすごい、老人っぽく、描かれているのが特徴です。で、彼は蝦夷錦をこう重ね着していて、太刀を持ってます。ものすごく威厳のある、年寄りのイメージがありますが、これ実は、中国の仙人の絵をパクっとるんですね。この姿と、この姿といい、この、要するに中国の仙人の絵に蝦夷錦を着せて、作り上げてられた図です。で、ちなみにこのションコも実は来てません。この3人に関しては、そもそも柿崎波郷は彼らの姿を見ていません。ということはこれも想像上の人物であって、実際のションコはどういう、あれなのかはわからない。ただかなりの老齢だったことは事実だから、月の絵よりはおそらく、髪の毛は白いとかそういう、老人であるという点においては、間違いないと。というのは、このションコも、月の絵も、結構古くから有名人なんですね。近藤十三、あるいは、最上徳内、こういった人物が接触していて、まあ、その頃から、松前の悪口をひたすら言ってるという、そういう、人物であることが、出てきますから、彼ら、実は結構有名人であって、まあ、彼は弓の、名手だったらしくて、200人ほどの、弓部隊を率いて、当時、道東に展開していた、和人たちを、救出して回ったという話が残っています。まあ、その、関係で、彼もここに乗ってですね。麗足別の捜査人であるマウタロケ。彼に関しては、どういう人物か分かっていません。あまりよく分かっていません。ただ、この、ポーズですが、この、こういうふうに、座ってるこのポーズも実は千人図に、こういう座ってる仙人のポーズがあって、おそらくそれをネタ本にして、アイヌっぽさ、裸足にしてみたりとか、熊を敷いてみたりとか、蝦夷錦を着せてみたりとか、
ひげを生やしてみたりとか、そういったものが加えられてるんだろうというふうに言われています。月の絵のまし、これ、会に。実は、これだけ、天保年間に、模写された、広島市藩によって、模写された、小島貞吉っていう人が模写したやつです。これ、実はこのイコリ会員だけ、武山村のにはないんです。なぜないかということに関して言ったら、おそらくこの黄色の顔料っていうのは劣化しやすいために、おそらく早くに劣化しちゃったんだろうと。で、廃棄されたんじゃないかと見られています。だから、武山村には11しか残ってないです。要するに、このイコリ会員が欠けていると。で、柿崎波郷の、原本は2種類ある、2つあるんですけども、函館本は、月の絵と糸取りしかやったかな。か月の絵紹介だ、糸取り紹介だ、ちょっとその辺は、その2つじゃないですね。だからまあ、武山村版非常に重要なんですけども、残念ながら、このイコリカヤに関しては現存してません。イコリカヤにはちなみに、ここに書いてある月の絵の末子です。で、月の絵の後を継いで、月の絵の後を追って、船尻の操作人になります。まあ、世襲制であることが、わかります。厚岸のおさびと、西小牧です。まあ、厚岸のおさびとと言いますから、あれですね、イコトイの部下にあたりますね。弓をこう張っている、図、弓をこう、張ってますけども、こういうふうに。で、これ、彼は、蝦夷錦の下に、アツシと言われる、アイヌの民族衣装を着ています。同じく、厚岸の委任狩り。彼らがおそらく、松前にいたんですよね。こういう、厚岸のおさびとと言われる人々が、熊を連れてます。で、注目されてるのは、まあ、この白熊。どういう色がいたんだろうと。黒熊と白熊があって、アルビノなのか、まあ、北極熊じゃねえだろうなとか、実際に、こういったものを連れてるのは、それともこれは想像上なのか、その辺もわかりません。彼の場合は、蝦夷錦を着ています。竜の数は少ないですね。厚岸の、おさびと、下落ち。これも、従って、イコトイの部下にあたります。夢をつがえてます。やっぱり蝦夷錦を着ていますが、こういう、足回りにこういうアイヌの民族文様を、つけた規範を履いています。ノッカマップのおさびと、のしこさといいますから、これは、ションコの部下にあたりますね。鹿を、抱えているのですが、実際に彼らはこうやって鹿を抱えたのかどうかは分かりません。ノッカマップのサビとコロヤ、犬連れてますね。アツシを着ています。アイの民族のアツシを着ています。その下に、きっちり蝦夷錦を着ている。で、彼らが日常的に蝦夷錦を着ていたとあんまり考えられないので、これも結局そういう、まあ作られたアイヌ像だろうなというふうに考えられます。うろわし別の、おさびとである、人は抜けてる。人は抜けてる。蝶様。これ模写本の方では、この字が、この字よく見ると、こう書いてあるんですけども、これが、北お盆では、こうなってるんですね。で、北、これは、貴様になるし、こっちは、蝶様になるし、で、これは、こちらの、あれを取って、蝶様にしてありますけども、まあ、蝦夷錦を着てる点はあれなんですけども、ちょっと興味深いのは、この兜ですね。この、クワガタってやつです。兜のクワガタの部分だけですが、実際のクワガタに比べて、これ、ここのところ、ものすごく大きくて、これ、ここまでは兜につきません。これは、こういうもんなんです。要するに、兜の飾りの、クワガタの部分をデフォルメして作ったもんだって、これは実は、和人からアイヌに送られ、への交易品だそうです。で、これは、実は、アイヌにしか価値がないもの。要するに、和人から見たら、こんな役に立たない安いもんで、酒くれるんか、かなりのもんくれるんかという、あれなんですが、これ、アイヌからすると、これ、維新剤として、こういうおさびとが持つに非常に重要なもんなんだそうです。
ット、いわゆるこれ典型的な維新罪ですね。まあそういうもんって意外とありますよね。あのアイヌからもたらされたガラス玉っつうのは、逆にアイヌからすりゃそこらにポロ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 と捨てるようなもんで、あるんだけど、日本の方では、結構な値段で、取引されるというようなもんであって、まあそういうのはいくらでもございます。12枚目です。イコトエノハーデル、チキラスカイ、唯一の女性です。この一種類で唯一の女性です。イコトエノ母であるイチキラシカイ。彼女は、あの月の絵の、妹とも言われています。エゾニシキを着て、アイヌの女性見られるこの、入れ墨も、あります。月の絵の、妹ですから、年の方も、70よりは70弱だろうと、考えられています。まあ、おそらくこれは割合、事実に、適してるんじゃないか、してるんじゃないかなというふうに、言われます。この異臭列の伝来ですけども、先ほど言いましたが、萩崎波郷の直筆は2つ。武山村本と函館本です。函館本本は2つ。武山村本は11。だから、1個で全部揃ってるものは、直筆本はないと。武山村本の模写は、松平定信の、が模写してます。松平定信が模写させてるというか、それから平戸藩、徳島藩に、伝わっています。で、函館本の模写に関しては広島新田藩。これが、一番有名なやつで、これ12全部揃ってる上に、非常に他のものに比べて上手に模写ができてると。だからほぼわからない。ただ、ちょっと興味深いのは、これなんですよね。ちょっと興味深いのは、これで何が興味深いと言いますと、長様さんは、こちらではこういう風になっていきます。色が違うんですよね。持ってるもんほぼ同じなんです。色が違うんです。これの。これは、あれなんでしょうね。武山村本と函館本で、こちらは函館本の模写ですから、函館本はこうで、武山村本はこうでというふうに、おそらく、色が、違うんだろうなと思うわけです。まあ、持ってるものは一緒ですけどね。アイヌというのはね、はい、エゴニシキというのは普段着てないと、で、これは松前藩が着せたんですか？と言われてます。いや、それもおかしいんだよ。だって、想像で書いてるんだったら別に着せる必要ないわけだよね。想像で書いてるのに、なんで着せたの？子育て方はこの3人です。ですね。あとは実際着てるんで。うん。ちょっと違うよね、テイストが。うん。この3人とこちらですか？うん。ということ、実際着てる人間を想像図で描く必要はないわけだよね。まあ、柿崎波郷はいなくても、何らかの記録は取るよね。うん。まあ、あとこの頃の日本画は純粋日本画じゃないよね。立体感とか遠近法とか、だいぶ違うのが入ってるよね。掛崎波郷、実は洋画も勉強してます。研究でしょ、うん、それはまあ有名な話で、それを押さえとかなきゃいけないんで、明らかに立体感出してるでしょ。出してますね。うん。これが大切なんですね。すねなんて、まあ、ありえないぐらい立体感あるよね。ありますね、これ。犬も立体感あるよね。ありすぎだよね。だから純粋日本画じゃないんですよね、これも。新しい時代の息吹なんですね、これも。それはありますね。これもそうですね。顔のあたり、膨れ方とかね。うん。で、みんながなぜかロシアの軍歌履いてるとかね。履いてる率高いですね、靴を、うん、こういう。
しかもこの靴がちゃんとものすごくきっちり書かれてる。きっちり書かれてる。なんかここだけ切ったら絶対に、ここだけ切り取ったら、王国、なんかヨーロッパの絵ですよね、これ。うん、そうですね。サボかもしれないし。面白いんですね、中のイメージなんでしょうね。うん。だから、影崎波郷の絵っていうのは、一筋縄じゃいかないですね。これ難しいですね。いや、全部結構いろいろ見てると、影崎波郷って面白いんですよね、やっぱり。いや、面白い人ですね。面白いですね、この人からは。技術的にも、絵画技術的にも面白いんだけど、私はそこを論ずる力は到底ないし、昔から変なおっちゃんがいるなーって感じで、地元で見てましたんで。大きいですね、この人の。うん。地元でも最近では人気あるんだよね、割合。だってこの絵一つ見ても、やっぱり立体感あるもんね。浮き出てくるもんね。うん、まあまあ、そんな話してんじゃないか、すいません。ただ、すごい人だということだけは確かで、ね。蝦夷錦着てるとしてね。はい。これどこを、蝦夷錦って中国で作るんですか？中国ですね。これどっから手に入れるんですか？北方交易。北方交易。サハリン経由。サハリン経由。で、サハリン、黒竜江から海を渡って、サハリンから入ってくる。というルートが、まあ、おそらく一番可能性高いだろうと。変な話しますけど、日本における茶道の古茶巾ってありますね。お濃茶飲むときの、濃茶飲むときの。あれは、由緒ある錦じゃなきゃいけないんですけど、私は結構蝦夷錦が入ってんじゃないかと思ってるんですよ。ああ。それは、日本よりはるかに錦が来ますからね。うん。日本の錦もすごいんですけど、明らかに違う系統の錦来ますから。だから茶道世界におけるお濃茶の錦における蝦夷錦なんてのは面白いかもしれないですね。数名調べてると面白いかもしれませんね。なんか変なの出てくるかもしれない。面白いの出てくるかもしれない。中村さん先生な、いや、要するに名物と言われてるこの、なんか正倉院から切り出したはずだ、これやったかなとかっていうのは、実は蝦夷錦だったなんてね。こともあるかもしれないですね。中華風のやつとは結構ね。そうです。まあ、先生方もぜひ函館の北方資料館に来てください。ご接待を私がいたしますんで。中村先生に連れられていたことがあるな。そこで松崎瑞穂先生とお会いして。神の国の？はい。まあ、そこも大きい問題で。私は石井進さんの一派で、どんなか松崎さんが来た時にあったぐらいかな。いや、いろんなことがありまして、すいません。はい、ありがとうございますか。いや、これもだから、北方交流者なんです。松崎瑞穂先生と。いや、そうですよ。例えば、大西さんが来て、函館で私飲んで、中村一派とやって歩いて、函館で飲んでる。なんとか、やらくん、沖縄名誉のやらとも飲んでるとかね。あ、それは、あれやな。こういうとこから何か生まれるわけですよ。すみません。何も生んでない私が言ってすみません。近藤十三とね、はい。最上徳内と接触したって話ありましたね。はい。ただ何に書いてあるんですか？彼の日記に書いてあるんですか？近藤十三日記に書いてあります。最上徳内は、確か幕府への報告書やったかな。うん。商工のが松前藩は悪者ばっかりだとか、近藤十三はこの異国問いと割合、突き落とるんですよ。で、異国問いがなんか死んだという噂を、聞いて、悲しんでて、実はデマだったということが書いてあって、こいつがおらんとやっぱり困るということを書いてます。月の絵はやっぱり報告書です。月の絵は松前藩とずっと揉めてましたんで、まあ、とりあえず幕府はこういった連中から
結構松前藩に関する不満を聞き出してるんですね。結局ロシアがやってくるっつうんで、松前藩にやっといてんやろかということで、松前藩を潰しにかかって、潰そうかなというふうに、松前藩をどっかにやっちゃって、蝦夷地を、幕府直轄にしようかな言うてる頃に、結構、だからあれか、田沼意次の頃に、田沼意次は結構派手にこの辺は、幕府の、そういった密偵を放っては、こういった連中の、接触を繰り返したみたいです。だから近藤十三隠密説とかがありますよね。うん。そんな漫画もいっぱいあるわけで。いや、でも、大筋では合ってるかもしれませんね。大筋では合ってますよね。うん。大筋では全く間違いじゃない。青山半蔵とか、あの辺りみんな、うん、まあ、幕府のスパイですかね、あれは。スパイがいっぱい来るわけですよ。そういう人ってのは、冒険するし、記録魔だしね。うん。だから私は、ある意味、幕府のスパイじゃないけど、半レベルのスパイの一人が玉虫貞雄だと思ってるのね。はあはあ。まあこれは玉虫貞雄の話は北方市では面白いんだけど、言うと長いんでちょっとカットこう。次行ってもいいですか？はい。はい、お願いします。そもそもこの絵を描くきっかけだったのはこの国後見出しの戦い。きっかけは1789年5月に国後の総裁である三吉が亡くなって、で、ほどなく三吉の弟の豆切り、豆切りと三吉は親子ほど年離れてるんですけども、船尻の総裁人の弟であって、後継者であった豆切りの妻が急死したと。こういう中で、いずれも毒殺されたという噂が流れて、で、まあ、アイヌの秀哉に対する不満が高まってくると。船尻の脇尾裁人の月の絵と明石の総裁の横といらが、ウルプ島にラッコ川入所のために不在になっていた、月をついて国後見出し地域のアイヌが立ち上がると、豆切りこれは三吉の弟ですね、あるいは節早夫、月の湯の長男です、こういう30代の若手のサビと層が中心になって130人が参加しました。で、彼らはこの、当時、この国後あるいは見出し地域の、場所を請負商人であった飛騨屋久兵衛の、関係者71人を、殺害しています。松前藩は、それに対して260人の鎮圧部隊を派遣。ただこの鎮圧部隊言うても前も言いましたけども、松前藩というのは基本的に私分で100人以内、いうあれなんで、260人というのは市長部隊とか挑発した足が荷物を持つ、そういったやつらも含めての200の戦闘部隊じゃありません。だから数は多いけども、実際に戦闘できる、軍人レベルというのは多分、数十人なんですが、急遽、ウルプ島から、帰還した月のエラの説得によって、節早夫らは、いち早く投降し、さらに、ションコ、あるいはイコトイによる和人の救出活動が、行われて、特にションコは、こっちの方に おったんで、この辺におったんで、割合早くにできたんですが、こういったところで、まあ、これ、焼き討ちだった船です。こういったところで、まあ、和人のに対する攻撃が行われ、それに対して、ションコ、あるいは急遽帰ってきたイコトイらが、和人の救出活動をやっています。で、特に、和人の中でも、イコトイと関係のある人間は、殺害された人間が何を命を受けたか言ったら、アイヌの中に取り込まれても、取り囲まれても、殺害されなかったのは、イコトイの関係者は殺害されなかった。要するに、イコトイを怒らせるとやばいというのがどうもあったみたいです。だから、イコトイの関係者であった、和人は、殺されずに、丁重に送り返されています。まあ、あちこちに孤立した、和人の活動にションコが当たっていて、だから松前藩のこの鎮圧部隊やってきた時にはもうすでに、終わったんですね。で、まあ、和人殺害にかかった37人が処刑されています。で、収集、この、戦乱の収集にかかったアイヌの、
43人が松前に、同行していて、一応彼らを、家老であった、柿崎波郷が、まあ、描いた、ものであると。で、この騒動の、原因については現在この蝦夷地一件という資料に残っています。まあ幕府による取り調べが行われたんですね。で、肥田屋の主張は強欲なアイヌによる乱暴行為と、それを鎮圧、肥田屋が鎮圧したことに対してアイヌが、逆恨みして何のと罪もとかもない、何の罪もない和人を一方的に殺害したんだよと、いうことでアイヌに全責任を着せる主張です。それに対して松前藩の主張は、肥田屋がアイヌを、搾取、虐待したんであって、私は知らないと。私には使用させていけない。こんなひどいことだと思わなかったと。で、アイヌの不満が、それは肥田屋に高まったんだから、それは肥田屋が悪いと。ということで、これ肥田屋に全主張をかぶせる、考えです。幕府に対しては、幕府はこう考えてました。要するに、幕府の基本的な、懸念としては、松前藩っていうのは一万石閣で一応四つの口の字の松前口を任せてたけども、これは結局相手がアイヌであるから、一万石閣の、松前藩でよかったんだろうけども、ロシアがこう南下してくる中で、松前藩に任せといてええんやろかと。長崎口のように、ロシアと直接取引するのは長崎口のように、幕府が直轄に乗り出すべきじゃないか。それの前提として、そもそも、ひだやら、そういう芭蕉教委商人がアイヌを虐待してるのは、これ松前藩の管理が行き届かないからじゃないかと。まあ実際問題、この頃の松前藩、ボロボロであって、松前市から養子に行っている、柳生氏、譜代の柳生藩は、松前藩から養子を迎えてるんですけども、その柳生藩の藩主と、それから、その親戚筋の一柳氏と、いくつかの藩が、松前藩と親戚関係である、いくつかの藩が、松前藩の管理は行き届いておらず、藩政、がボロボロであると。松前藩、ちょっと考えてもええんちゃうかということを幕府に訴え出てるんですね。要するに、このままでは松前市の我々の、出身の家の汚れやと。いうことで、まあ、そこまで多分、ガタが言ったみたいです。だから、松前藩がそもそも何もできなくなっちゃっていて、肥田屋らの商人がアイヌを虐待した結果、政情不安を負っていると。だから問題は松前藩にあり、というのが幕府の考えです。いろいろ議論したんですけども、結局ここのところで幕府も、松前藩の改易には至らずに、肥田屋の場所を受けようと取り消して、松前藩に関しては不問に付したと。いう形になります。で、そもそもと、これどこで言ったらいいかなと思うんですけども、まあ、これ前回話の、あれなんですけども、この前半部分は。当時の、パターンどうなっているのかと言いますと、こういう感じです。まず、最初に城下攻撃態勢ですけども、アイヌがこういったところに行くと。ところが、こういうところが、なくなってきて、ここ一方に出てくると、今まではアイヌの方が行っていたのを、逆に松前がアイヌの元に行くという、こういうベクトルになります。で、この松前の、関係者がアイヌに行く、アイヌの方に行くようになります。ここではこういう感じになります。要するに松前藩の家臣とアイヌが、攻撃する、この攻撃権を商い場というふうに呼んで、商い場を設定して、その商い場に、家臣、その代理人が、アイヌと取引をして、その利益を家臣の俸禄にすると、いう商い場地行政。で、そのうちに、そこに商人が介在する。ただ商人が介在するとも、例えば家臣の誰と商人が介在するというよりは、この場合の場所というのは、アイヌ、商人がアイヌを、下請けにするっていうか、要するに、アイヌはここでは攻撃相手ではなく、この開発する場所とな、いう場合、ここの場所っていうのは、開発の、ための場所であると。開発の場であると。
だからアイヌと交易をして利益を上げるんではなくて、この場所そのものを、開発する、例えば木を切り倒す、木を木材の、伐採、あるいは大規模な、漁法による、酒の、根こそぎ的な取る、あるいはニシン、あるいはサクラマス、こういったものの、大量にとって、それを肥料に変える。肥料に、加工して、現地で肥料に加工して、これを送ると。こういう、要するに開発の、場所といいます。交易ではなく開発。で、そこではアイヌは、この開発のための、下働きに、甘んじると。だからアイヌの自立性が失われていくのがこの場所請負です。ただ、この場所請負制で言っても、実際には、この商い場事業制をもとにした形であって、これは実はこの場所と、名前っていうか、これは意味はあれなんですけども、基本的なシステムはあまり変わらない。ところが、この国後島の戦いをきっかけに、蝦夷地勤番制という、システムが出来上がってきます。要するに、運所屋とか会所通のおいて、アイヌをこういうふうに、役土人、土人というふうに、編成すると。要するに、直接、支配して、だからここでは実は政治的な支配してないんですよ。これは、アイヌを、土人という形で、国内に組み入れていくという、要するに同化が始まるわけですね。これを蝦夷地勤番制というふうに呼んでいます。で、この、場所請負制が一旦、廃止になった後、復活するけども、これへの復活ではないんですよ。これの中に、この運上や会所の運営を、承認に受け合わせるという形であって、商い場、だから、よくあるのは、商い場事業制下の場所請負制と、蝦夷地勤番制下の、場所請負制という、そういう言い方を、するんですけども、まあ、蝦夷地勤番制下においては、何が起こってるかやったら、これが設置されるということは、和人が定住するんですね。和人の定住化。だから、実はこの商い場にせよ、この商い場事業制にせよ、この場所請負制にせよ、実は和人は、こういった人々は、この場所や商いに、場所、あるいは商い場に対して、定住しない。要するに年間通じてそこにいることはないんですが、逆に、こちらは、定住する。つまり、蝦夷地の内国化ですね。内国化。植民地化、あるいは内国化。実は松前藩というのは、この、アイヌツの外国に連なるものとして、扱うことによって、力を、関係を持ったわけであって。だから松前藩としては、要するにアイヌが、日本人であるというのは非常に都合の悪い、言説なんですね。アイヌは外国となってないと困る。で、例えば、この商い場、あるいはこの場所において、重要なのが蝦夷通詞と言われる通訳がいる。つまり、松前藩とアイヌのやり取りは、アイヌ語で行われるというのが基本なんですね。要するに、アイヌ語通じつの、において、アイヌ語で基本的に、交渉を通過すると。で、江戸幕府はそれを、松前藩は日本語つうものを教えないことによって、アイヌを、レベル低いものにしようとしていると。アイヌにも日本語を教えなければならないと。日本人にさせなきゃならないという形で、これがやってるわけです。つまり、これとこれには大きな断絶がある。つまり、アイヌに対して、アイヌを外国にするのか、それとも、日本の中に組み入れていくのか、そういう大きな断絶が必要あるわけです。一旦ちょっと話を切りましょう。蝦夷地勤番制度っていうのは何年からだいたい始まるの？だいたいやっぱり19世紀。いや、それはざっくりわかるんだけど、あれですよね。どこまでこの運上屋制度が成立するの？
どこまでつうのは、あれですかね、江戸市の地理で。それは理念上は通用するんだろうけど、実際はどうなの？やっぱり道東の方は難しいですよね。あのね、はい、どの程度を本当に支配してたかっていうのは、逆に幕末の資料から追うしかないわけです。うん。私は注目してるのは、あの一番の記録もの玉虫定雄の入北記なんですね。あは。そうか、見ていくと、またこんなのとは関係ないグラデーションのある領域が広がっていくわけですよ。函館郊外の、うん、湯の川までは日本人地なんだけど、そのさっきのある川まで行くとアイヌが入ってきて、でアイヌの家に泊めてもらって、臭いけど私はまあ豪直な武士であるからこのぐらいはへこたえちゃいけないとかって、なかなかこうグラデーションがある世界があるわけですよね、函館の方でも、うん、なかなか運上屋が本当に、ヤクト人を支配できてたかっていうと、まあ理念系ではそうなんだろうけど、それは逆にあの幕府の直轄になると崩されるわけでしょ、ぐしゃーっと。で、グラデーション、ほんまにグラデーションで、あのそれが、あれですよね、あの、ヤクド人が、うまくいってる地域もあると。うん、ある。ヤクド人がむしろ上下来て、和人の働く人間を監視してるというようなところ、話もあるし。うん、あの献上酒の作ってるところとかではそういう記録もあるし、まあそのあたり、評価は非常に難しいんで、これ、うん、きれいにこうなったかっていうとなかなかいけない。あの函館郊外でもなかなかこうはいってないね、幕末。アイヌ村の中に例えば逆に函館郊外の方がその難しいかもしれませんね。道東なんかも結構難しいやろうなと思うんだけども。でだからなんで函館郊外が難しいの？例えば、あれだよね、昔知った人間が函館郊外の村になんか潜入してて、下男のようになってて、アイヌにもヘコヘコしてるなんて書いてるからね。たまに言うよ、うん。まさにこう、わけのわかんない世界で。本当にヤクド人、うん、混在してるとか難しいね。まあ、あくまで一つの理念系ですか。理念系ですね。実際はもうぐったぐたで、函館あたりじゃ、郊外じゃ成り立たないかもしれない、これね。札幌周辺も難しいんちゃうかなという気がしますけどね、なんだか。いやいや、難しいでしょ。あくまで理念系ですね、これね。うん、きついですね。すみません、言って西別川あたりは、資料ではこのあたり、逆に西別川あたりは、だからそういうね、資料持ってきて、モデル作るわけよ。うん。それが歴史学やの悪いとこなんでね。モデルができるとこ持ってきて、モデル作って、これが典型だって。だから詐欺商売なんだよ、歴史学ってのは。それはあくまでこのエリアのここだけに限定してできることですって言わなきゃいけないのに、はい、グローバルだぜなんて言っちゃうんだ。いっぱいいるよね、そういうやつね。ごめんなさい。うん、でもそういう可能性もあるわけで、なかなかうまくいかないでしょ、これ。いや、まあ、そら、こういう形でモデル化するとは難しいですけどね。だからきついんですね、これ、なかなかの手の実行しがいがあったか。こうしたいわけですね、律令制と一緒で。うん。実効性がどの程度なのか。いや、非常にこれ、グローバルな歴史の問題で大きいんです。すいません。
いらないこと喋っちゃいました。言葉でね、3つ目まではアイヌ語使ってるって言われましたよね。はい。で、エゾチキン版製の場合は日本語に変えようというわけです、これを。どうか、あの要するにあの、ま、あの江戸幕府のあいう言い分では、あの結局松前藩はアイヌ語に日本語を教えずに、まあ、彼らを低いレベルまで置こうとしていたということですから、日本語を教えるのはむしろ人生なんですね。それは江戸幕府側の方がアイヌを日本語を教えて、そうそう、日本人にどうかできないかってなことを言ってるわけです。うん、あの要するに、ま、江戸幕府の考えでは悪いのは松前だから、松前藩が、松前藩がアイヌを、低い 低開発段階を抑えるために、まあ、日本語を教えなかったということを、まあ、言ってますね。いや、それも資料批判が必要で、どの資料で言ってんの？これは、羽生正康。でしょ？うん。だから当然、その、いや、だから、だからまあ、要するに、あれですよね。江戸幕府の、その辺のあたりは、そういう理屈で。いや、だから、うん、ちょっとバイアスかかってるから気をつけなきゃいけない資料だね。バイアスじゃないと思うけど。まあ、そういう考え方もあるわけだよね。江戸幕府側には。江戸幕府側には。うん、だから、それのうちの、朝鮮に対する植民地の時にも発動する理事なんだよね。うん、それが連中にとってハッピーなんだ。そうそうそう。で、これ実際逆になりますわな。うん、だから、よくで、問題は現在の研究し、研究はさすがにこれ濃くなると思うけども、まあ、最近ってどうなんかな、ちょっと前の本なんか読んでると、一般的な読んでると、要するに松前藩が日本語を教えようとしなかったと。松前藩はアイヌに日本語を禁じていたと。それはどうなんだろうなぁと思うんですね。それは違うよね。うん、違いますよね。ちゃんと習熟してきたやつもいるからコミュニケーションできてるわけですね。うん、まあ、蝦夷通詞がいるだけじゃないわけで、向こうもできるわけですね。そうです、当たり前の話で。うん、で、それって結局、多分それこそ、その羽生正康的な考えが、現在にも生きていると。うん、ありますね。違いますね。それは、交流があれば両方できるわけですね。うん、一方的な言語ってことはありえないわけで。そうそう。だから松前藩が実際やってたのは、要するに基本的に蝦夷通詞を使ってアイヌ語で攻撃する、要するにことやったわけであって、江戸幕府はそれと違うことやろうとしていて、で、その江戸幕府の言い分にそのまんま乗っかって、松前藩がアイヌを低い段階を攻めるためにどうたらこうたらということ、今の我々が言うのはどうなんかなと思いますね。いつも言うと思うんですね。さすがに最近、いや、この数年ほど、そういったもの見てないんで、あまり現在どうなったらちょっとわからないけども、結構ちょっと前の研究者で実際にそういうこと言う人も結構いましたからね。それは接触してたら自然に学ぶわけですよね。だから日本名風の人もいるし、三記事とか完璧にそうですしね。うん、それから五浪人 の通訳の、そうですね、日本語アイヌも日本語とロシア語とアイヌ語は喋れたわけで、うん、大概そうなるわけですね。私だって片言のハングルと片言の英語で極東で生きてるわけですから。私は残念ながらできない。そんな人いっぱいいるわけでしょ。それがまさに村井翔介的な世界なわけでしょ。ちゃんぽんで完璧にはできなくてもちゃんぽんで、うん、そんなもんでしょ、マジな世界ってのは。
そこにだからこれ、日本語禁止したんじゃなくて、実は日本語、そんな習熟、日本語が彼ら喋れなかったっていう話全くない、ありえないしなとかね。ない、絶対に。それはおかしい。うん。積極的に学校は作んなかったぐらいでしょ。うん。やってるうちに覚えますよね。言語的にそこまで違わないから。うん、押し付けしなかっただけでね。逆にこち、逆にこちらになると、アイヌ語から日本語にガリガリ変えていくという服装、酒あげ剃らせてという、ひげ剃らせて、というふうな、あくまで、そこで、そういうふうなことを、目指す。うん、目指すんですね。まずいですね。だから、まずいっていうか、あれ、明治につながっていく感覚ですね。うん。なんでこう、異臭を受け入れるって感覚じゃなくなるんでしょうね。結局、東海の焼酎化を目指してるはずが焼酎化を諦めるわけでしょ。あれ、焼酎化を中華に馴染ませることがいいことだと思うのかな。うん。結局あれでしょうね、ロシア、幕府はロシアをかなり怖がってますよね、あれ。うんうん。松前藩に対して、ロシアは、これ、ちょっと笑ったけど、ロシアは人生をもって望んでいると。そうそう。いやと、冗談きついと思うけど、ロシアは人、松前藩が悪政に対して、ロシアは人をもっての望んでいるって。それはそうなんですよ。一番出てくるとこは、集奪するか、プレゼントするか、どっちかなんです。プレゼント外交をやられたら人生なんです。ただ、当時ロシアはそんなにプレゼントやってたかなという。そう言ってるでしょ。とりあえず接触した相手に、イエーってやるわけです。うん。そうすると、いやー、松前藩よりすごいよ、いいね、こっちの方になる、わけで。そうでも当たるかもしれないですね。ガムとチョコレートがあればいいわけだから。うん。だってそうでしょ ?1945 年以降の日本は、ギブミチョコレート、ギブミガムで人生なんだから。なるほど。これは我々等身大の問題なんですね。でそこに持ってきて、今度はいきなり内国化というのは、同じことでしょ。うん。江戸幕府もどっかずれてるな。ちょっと話がパラパラと先に行くんで、先にこちらの方行きます。はい。江戸地産品の需要ですけども、江州列島の背景として挙げられるのは、この江戸地産品の需要ですよね。言われるのは、元禄期における商業経済発展。という話が、学校で出てくるんですけども、商品作物の栽培が、で、商品作物、特にこの商品作物を作る場合に多かったのが、金ピとしてのニシンのしめかす。ニシンを、油を絞り取った、その絞りかすです。で、このニシンのしめかす、これが、実は非常に、この商品作物栽培、特に、果樹栽培にこれ、威力を発揮したみたいです。愛媛のみかん、はじめとする、そういう商品作物に、非常にこの、ニシンのしめかすっていうのは大きな意味があったと。で、これは結局北海道で取って、大規模に芭蕉協商人がダーッと網で、根こそぎ取っていって、浜辺で、直ちに大釜で茹でて、油をこう、絞り取って、で、残ったかすを、肥料にして、この目指すのは肥料、あれです。だから油ははっきり言って廃棄物になります。それを、使えるとは使えるんですけども。これ、どの程度落ちたかわからないけど、アイヌにとってはこのニシンの油の方が重要だったみたいで、松浦武四郎が、北海道に行った時には、片っ端からこの油を、魚油をかけてくれるんで、もうすぐ飯まずで、ところがアイヌは食うてるもん、米に、あれをバラかけてくれるんで、非常に困って、アイヌの食うてるもんを壊してくれたら、そっちはめちゃめちゃうまくて、こんな粗末もいいんですか言われたけども、いや、そっちの方がうまいと。いや、多分そういうごちそう向けのもんって結構多分美味しくなかったんかなと思うんですけども、この魚の油っていうのは結構そういう、
もの使われてるみたいです。が、和人と実はこのカスの方です。シメカスの方です。これが金ピチ使われる。で、これがかなり大規模に使われますけども、同時にその燃料として木を、切り倒していくと。それから、新向けの輸出品としてのイリコ、ナマコ、干しナマコですね。乾燥ナマコ。これも、江戸地で大量に取られていたと。それから、だし昆布の大量供給。この頃、だしというものが出てきます。それから、タンパク源としての、塩酒。北海道産の、塩酒が出回るようになります。江戸地産品による、和食文化の形成ということもあります。まあ、こういった時に、江戸地いうのが、いわゆる場所として、開発の対象として、浮上してくると。そういう中で松前藩が財政破綻するわけですよね。松前藩の政治的な混乱、特に藩主が若死にする、家老が老壇するということで、まあ、松前藩の藩主はみんな若死にで、結局家老が老壇する。これがまた中でものすごく争いがあって、暗殺される家老が非常に多いと。それから特定商人との癒着。基本的に松前藩っていうのは松前藩の藩士自身が商人であると言われるぐらい、要するに松前藩自体が大きな一つの商人体制と、そういったものの家老がそれぞれ商売人で、それがまた江戸の商人と、結びついていくと。政治的な混乱と、こういったものが、繰り返されていき、こういった家老による老壇、こういったものが繰り返された結果、松前藩は債務不履行を起こします。債務返済の代替として、商い場の経営を商人に請け負わせる。これが芭蕉請負制の始まりです。前半つうか、芭蕉請負制が始まった当初の中心であった近江商人は、一応アイヌを、商売して見ていたというふうに言われています。が、途中から入ってきた江戸の商人になってくると、この辺、後半入ってきた連中は結局、債務不履行。その結果、商人たちは大量の債権を、が密集になるわけですね。でその債権回収のために、場所からの収益向上をしなければならないと。要するに、松前藩から得た債権が回収できない恐れがあると。で松前藩はその債務返済のために、場所の経営を受け渡すわけですけども、これが要するに借金ですから、ここからどんだけ取るかが商人にとっての勝負になると。近代的な大雨による自然からの資源収奪、生態系の破壊ということが起こるわけです。このニシンのシメカスなんかも巨大な大網を使って、で、この大網で根こそぎ取っていくというのは、アイヌだけでなく、古くから松前に入り込んでいた、中小の漁業者にとっても、まあ、大きな打撃になるわけであって、この網切り騒動というのは、頻発しています。で、結局、だからまあ、ある意味、アイヌ対和人という形というよりは、もうちょっと複雑な対立式が描けるわけです。大規模な漁や、伐採によるアイヌの生活が破壊されていくと。いわゆる、当時のことだったら自分稼ぎと言われたものがあって、要するにアイヌ自身の生活の基盤があって、そこで自分稼ぎという、形で、まあ、再生産、そういったものが行われるはずなんですけども、そういう、再生産ができなくなってしまうと。アイヌの家族を形成してという、そういうこともできなくなってくる。いうことになります。アイヌの生活基盤そのものが、まあ、崩されていくという、そういう問題が起こってきます。で、その結果、アイヌは、仮想労働者化していって、要するに自分の生活基盤、アイヌがそれまで立脚してきた、自然環境が破壊されて、その結果、アイヌの生活基盤が破壊されると、アイヌの食うていく場所は、こういう大規模な量の、まあ、下請けになると。だからまあ、アイヌが酒を取っていましたという、そういうイメージは、おそらくは、例えば、今から40年ほど前とか、そういうちょっと、古い、時代に、和人とアイヌが、酒を取って、アイヌは酒を取って和人と、仲良く暮らしていましたみたいな、そういう、社会は実は、この場所請負い成果における、仮想労働化社化した、アイヌの姿であると、いうことです。要するに例えば地域差ありますけども、酒が上がってくる地域では酒物カルチャー経済化しているわけですね。
それまでもうちょっと多様な、さまざまな生活基盤を持っていたアイヌの生活が破壊されて、アイヌイコール酒というイメージは酒モノカルチャー化されたアイヌの姿であると。アイヌの生活基盤破壊されていく一方で、ロシアの南下、1766年、国後とロシアの間で、通商関係が成立しています。あの、イコトイの、あの、イコトイの月の絵が活躍している頃ですね。国後とロシアの間で通商関係が成立しています。まあ、それは割合早くに崩れて、アイヌとロシアの戦闘も起こっています。1792年、ラックスマンが、根室に来航して、あの、幕閣と、交渉を持ちますけども、ただ信はその時、通商許可書といいますか、まあ、心配、あの、まあ、通商許可書まで言っていいのかどうかって微妙なところなんですけども、ラックスマンに何らかの、約束することを持って帰るわけです。で、レズノフが、やってくるんですけども、長崎来航して、で、あの、いや、あの、佐野信さんからの、こういう、し、あの、信書をもらってるんだけども、これでなんか交渉できませんか言ったら、あの、幕府は拒絶した。つまり、これは佐野信は失脚しますからね。佐野信っつうのは、ロシアとの、あの、関係を視野に入れていいと。蝦夷地に関しては、佐野信は蝦夷地を、日本の中に組み込むことに関しては反対であって、ロシアと日本の間に、あの、こういうグラデーション的に、佐野信はどうも蝦夷地を、干渉、ショックアブソーバーとして、あの、日本とロシアが直接、こう、間に、ぶつからないように、間に、アイヌをこう入れときたいという考えなんです。それに対して、その後の幕閣では、要するにここまで日本化してしまった方がいいと、いう意見の方が、重視していくんですね。と同時に、ロシアとの、交渉に関しては拒否すると。それにぶち切れたフボストフは、報復攻撃を加えて、その結果、蝦夷地の函館奉行と羽生正康さんらがあっさりクビになります。その結果、蝦夷地の、併合が行われるわけですけども、まず蝦夷地干渉地帯論者である佐野信が失脚すると。蝦夷地幕僚化にするわけですけども、まず、あの、1792年、お救い交易が始まります。これは幕府がアイヌと交易してあげると。これだけじゃ足りないと見た幕府は、1799年、東蝦夷地の揚げ地で、自家裁き制を始めます。このお救い交易の延長線上です、これは。要するに幕府が場所の直轄を行うと。要するに直接幕府が商売を行うと。で、1807年には全蝦夷地の揚げ地、松前市を柳川藩に添付、します。で、柳川藩は旧戦国ですから、実際には旗本格ですね。これ、ま、あの、実は松前ってのはシャレにならない時代であって、松前藩はどうも、実高10万石ぐらいは下らなかったと言われてるんですね。収入自体は。松前、あの、それでどうやって、あの、財政破綻するのか、そこのところ、松前藩の、あの、連中の頭の中、覗いてみたいって気持ちなわけですけども、その10万石でもなんか財政破綻を期待していた松前氏が、いきなり9000石の柳川藩に添付になっては、もらうけど、で、松前藩さんは基本的にこれ文句言えないのは、ずっと自分は1万石角や言うて、あの、幕府のさまざまな負担とかも1万石角で済ましていたから、それはまあ、こうやらされても文句は言えないと。1810年には自家裁き規制が廃止。これは結局、幕府が直接、乗り出して金、あの、幕府に直接交易したんでは、金が続かんと。赤字になるから続かんと。いうことで、場所共有制が復活。1812年、21年には、柿崎波郷らの運動を実って、松前氏が蝦夷地に伏領になります。あの、柿崎波郷はこの蝦夷地伏領に、松前氏の蝦夷地伏領への交渉の、まあ、あの、一番手と、あの、して、江戸詰め家老として、これを、あの、働きかけた人物であって、ああいう異臭列像というのも、いわば、この、伏領以前に作られてるんですけども、要するに、まあ、この幕僚化を防ぐための、ツールとして、一応、存在してたんだろうな、というふうには、言われてます。幕府直轄期、蝦夷地勤番体制というのは、幕府直轄期に対ロシア警備体制が、整備されたことに始まります。あの、先ほどの話ですけども、アイヌの日本人化が進められると。それから、まあ、東蝦夷地では解消。
2世では雲上や、これを設置してアイヌ支配の拠点を築くと。でアイヌを大人、小遣い、土産手という役土人に編成し、基本的には宗佐人、おさびとという、宗佐人、和教佐人、それからおさびとという、それをそのまんま、やって、これはあの、場所によっては、違うわけになりますけども、まあそう役土人に編成すると。それからあの場所教制までは和人というのは、基本的に年間を通じ常駐してはいけない、それに対して和人の常駐化。ただ実態には、アイヌの強制労働が行われているというのは変わらない、和人との賃金格差などから、アイヌが過疎労働化していくという問題は、引き続き、問題であると。それからあの先ほどの話でありますけども、まず松前藩はアイヌをあくまで異人として扱ったと。だからこれ異種列島にも結局現れてるわけですね。アイヌをあくまで、アイヌはあくまで、あの、違うんやと。日本ではないんだと。我々とは違うんだと。そこを、松前藩の主張なんですけども、これ以降、武道化政策が基本的には進められていくと。これは当然、圧力、圧力、ものすごい圧力になりますね。で、あの問題は、あの、江戸幕府はあくまで、アイヌを滅ぼすんだ、ふふははは、という、悪の自覚を持ってなくて、あくまで彼らは善意であると。で、問題は、あの、その江戸幕府の、そういう、同化政策を、意外と、まあ、松前藩に悪者に来てるとそうなりますわな。じゃあ松前藩が良かったかったらむちゃくちゃやけど。で、この体制が、開拓使に、引き継がれていくわけですよね。で、まあ、こういう風な、形になっているわけですけども、この問題っていうのは実は、あれなんですよね。この低開拓発による収奪。現代第三世界の話にも通じる話であり、それから植民地政策の素形としての意味もあり、あの北大でアイヌ研究を行われたあれですけども、北大 あのアイヌ研究というのは、この開拓植民学の講座で行われているわけですね。あともう一つ、このアイヌ問題、あのこのアイヌの歴史について考えるのは、江戸時代というものが、なんかある意味、自給自足の、社会であると、非常にエコロジーであると。いうような江戸時代像が、一時結構入りましたけども、これ正しいんかなと、いうことはまあ言われてます。要するに、この江戸時代の、日本っていうのは自給自足だったのか。アイヌ、あるいは琉球、そういった犠牲の上に成り立ってたんじゃないかと。そういうところからの収奪によって、江戸時代の、だからその江戸時代像を自給自足、エコだというふうに理想化するというのは、これは大きな問題をはらむんじゃないかなということが、まあ、アイヌ氏の研究者は、まあ、あの、おそらく共通して持ってるんじゃないかなと、思っております。こういったことを踏まえた上で、先ほどすっ飛ばした、列像の注意点ですけども、まあ、あの、基本的に言われるのは、蝦夷錦やロシア軍服を着用するアイヌはいないとは言い切るあれですけど、多分、これ彼らの着用物ではなくて、あくまで交易品であっただろうと。日常的に彼らが儀式の場で来たりもしてたんかな、その辺ちょっとよくわからないですけどね。とか、月の宿に70歳を超えていたとか、とりあえず一番有名なこの3人は松前行っていないとか、つまり、この3人に関しては写実画ではない。かなりそこに政治的な、思惑というものを読み取らなければならないわけです。しかもこれを京都に持ち込んで、わざわざ天皇の、皇覚天皇にわざわざ見せているというのも、彼の、これ掛崎波郷の、政治的な思惑、そういったものをまあ考えなきゃならない。で、あともう一つ、これはどう考えたらいいのかなんですが、実は、あの、柿崎波郷がアイヌ絵を描くのはこれが最後の。異臭列像まではちょぼちょぼ描いてるんですけど、異臭列像以降彼はアイヌ絵を描かなくなると。これをどう考えるべきかというのは私はちょっと自分ではまだよくわかっていません。ということで、以上です。松前藩ってなんで財政破綻したんですか？結局、贅沢のしすぎ。
一人一人が。要するに結局、家老が、それぞれの商人と、くっついて、また見え張るんですよね、あれ。松前藩の奥さんは大体京都の貴族とか、そういうところがも連れてきますし。日本海ルートで京都につながってるんで、京都志向強いんですね、松前ってのは。うん。だから、流罪になった。変な。いや、やりちんくげを引き受けたり、火山の院とか。あ、火山や、火山院。そう、あんなの、断りゃいいの入れて、やりちんくんを接待するに金かかりますよね。で、その後は、それ以降、京都に憧れて、松前藩の末裔って、かなりの確率で、あれ、貴族ですからね。公家。公家から出てきますよね。バカだよね。本当、その言葉じゃ出てきませんわ。わざわざ、お公家さんの娘をこう入れてきたらね。で、贅沢言うに決まってますからね、大変ですよね。バカです。うんね、だから途中まで、近世初期までは一門衆の間で組んでるんだからね、急に変わるんですね。うん。財政破綻しますよね。何が欲しかったんでしょうね。よっぽどアホなことせんと財政破綻せえへんの。でしょうね。いや、この松前藩の仕組みでて、よっぽどアホでないと財政破綻せんのに、ちゃんと財政破綻するところが偉いな。いや、きっちり破綻してますね、アホですね。見事ですね。見事。いや、多分、金広以降、まともなやつは多分、高広だけですよね、多分。うん。こいつだけですよね、まともなんは。まあ、お見事ですね。で、この高広は失脚、足引っ張れ失脚してしまうし、逆に彼は頭が良すぎて、老中までになったら、うん。ですね。嫉妬で足引っ張れ30半ばで死んじゃったし。ねで、高広の後を継いだ藩主は確か、ほとんど寝たきれたらしいしな、とか、うん。ですね。贅沢、田舎者が贅沢しちゃいけないってことです。私も、田舎者ですから。あと、やっぱり松前の繁栄っていうのは、次第に幕府型の箱当てに取られていく。うん。もうそれはもう、公安機能から言ったら段違いだし、ですよね。あと昆布の産地も違いますからね。松前って何にもないんです、実は。決定的に何にもないとこなんです、松前ってのは。なんかあそこで産物出ますか？かろうじてあったのが裏手の金山ですね。ああ。何も平野がないですよね、あそこ。ん？平野とかも。平野はいいんだけど、海の海産物もないんです。ああ。昆布とそうまん取れ出ないし。昆布はないです。ないですね。函館山から駒ヶ岳までが最初です。東ですよね。うん。松前自体は産物がないんです。鮭もないし、うん。鮭上がるのは、茂辺寺うん。茂辺寺川と、天の川。天の川、天の川、天の川ぐらいです。あとないんです。松前自体は産物が全くないんです。まあ、港湾で行くしかないな。そう、だから まさにマジラルもあるんだけど、その港湾の機能だって、返したことないんですね、あそこは。函館できたら負けますわな。ニシンだって餌しに行きますね。うん。私はずっと松前ってのはなんで食えるんだろうって不思議なんです。実際先生いらっしゃったらわかるでしょ。松前平野がないだけじゃなくて浜もないんです。松前は行ったことが1回あってもう30年以上だから よく覚えてないんだけど。茂辺寺のこっちのヤギ内からヤフラヤギ内から函館にかけてずっと砂浜が広がって、うん、あそこら辺が得意な産物が取れるところなんですね。で、函館山から駒ヶ岳のふもとにかけて昆布。基本的に松前はあんまり取れないんです。松前って非常にきついとこなんですね。産物がない。まさに交易しかないんですね、あそこは。うん。
まあ、室町時代ならまだそれでよかったかもしれないが。うん。いや、だからここら辺をどう評価するかで、実は一歩間違えたらひっくり返るって松前なんですね。うん。いや、よくこんなとこに拠点を置いたなっていうぐらい、まあ、ひどいとこです。でも松前藩だって、本拠地動かせるんですか？いや、動かすつもりでした、幕末は。函館郊外の亀田の障子山ってところに動かすつもりだったんですね。で、ある時は、上の国寄りの内陸のアッサブってところ、盾ってところに動かすんですね。だから、松前藩は松前藩として終焉するんじゃなくて、盾藩として終焉するんですね。まあ、攻められやすいし、産物もないし、私にとって松前は永遠の謎です。日本海交易がメインやったら、一番、あの、土佐港出てさ、一番最初に目に入るのが松前。そうそうそう。そうそうそう。そうなんです。そんだけなんです。室町時代には一番やった場所かな。いやー、だけど異物から言うと函館でしょ。ああ、ですね。ああ。何にも出てこないんだよ、松前から。一応、あの、松前と臼杵氏だから、うん。二大拠点であることは、蘇我大明神言葉から確実なんだけど、異物も出ない。あと、どう考えたって産物がないんです。そこで松前藩やってくんだから、どうすんだ。だから、前言ったように私は、あの、臼杵氏に割譲することによってアイヌと手打ちしてますからね。あ、始まった頃ね。うん。で、もうまた上手いんだけど、本当に何にもないところなんです。松前寿司ってさ、鮭のバッテラみたいなのがあるじゃないですか。はい。あれも全部昆布は、はい、あ、松前って松前焼きにしろ何にしろ全部昆布なんだけど、あれは松前が積み出し港だっただけで、松前は取れないんです。結局あれで松前漬けって結局あれですもんね、あのちょっと、まあ、あのその産物がこう集まってくる感じですから、そうそう、ニシンと、ウイチの方のニシン。だから昆布とかアワビが入ると松前ってつくだけの話で、松前焼きなんてそうです。松前では昆布は取れない。うん、ここなんですね、松前藩の苦境っていうのは。松前藩とは柿崎氏がそれ結構それ苦しかったやろなぁ。うん。いや、逆に柿、あの、今日の話とはずれるけども、あの、柿崎氏って逆に言ったら、逆に言ったらうまいですよね、あれ。うん。要は、あの、松前で、あの、上の国も取られて、あの、臼杵氏も取られて、要はそれで、あの、頑張ったな、という。うん、その、おつぼのやつがもうちょっと後におったらなぁ。うん。松山あんなことなかったのに。うん。ちゃんと函館も、上の国も自分の、あの、和人地として手元に入れといての、あの手たらくだからなぁ、まあまあ、函館っていうか、あそこの川まで全部取りますからね、遠いまでね。うん。復活するんだけど、それでも函館はなかなか復興できない。で、まあ、亀田番所っていうのを置いて函館じゃないんですね。うん。で、函館復興っていうのは実は幕府がやってっていう。なんで逆にあの、あの、松前藩は函館を作らん、函館にせんかったんやろ。できなかったんやろな。で、できないんでしょうね。やっぱり愛の力強いから、ずっと。あと、やっぱり土佐港の近くってことが権威なんでしょうね。うん、あんなとこ港なんてほとんどないでしょ？ない、多分ね。函館人の私には謎ですね。松前とはどう考えるか知らんかった。うん、まあ聞いてみたいけど、いや、それは松前の衰退っていうので見れば結果は明らかなわけで、うん、ないわけですよ。謎です。だから松前っていうのは基本的に生産能力が低い。だからほとんど交易だけで、そこでどう生きていくか。で、10万石、実際10万石ぐらいあるでしょ、あそこは。見入れありますね、10万石と言われてますね。一説には。まさに謎の、対馬よりずっと金儲かるわけですね。うん。対馬は常にお救い米くださいですよ。
松前藩がね、財政破綻した結果、再建回収に商人が乗り込んできて、本土から。うん、ということで、うん、それでそのアイヌの生活が破壊されるということですか？そうです。うん、だから面白いんですよ。函館近辺までは近江商人が多いんです。また初期に来てるのは近江商人なんですね。うん、それから全く違う商人が奥地行って、やっちゃうわけですよね。まあ、その代表株が飛騨屋ですね。うん、彼は飛騨屋はゲロの、もともとはゲロで、本店は大阪にあるが、今でも飛騨屋久兵衛ってゲロでは英雄ですよ、これ。おお、そうなんですか。そうなんですよ。ゲロ温泉行ったら、飛騨屋久兵衛展示館があって、郷土の英雄なんですよ。北海道で頑張って財を成して、このゲロにものすごい富をもたらした英雄なんですよ。うん、このまさにこの飛騨屋久兵衛が。こっちから見たらもう縛り首もんですかね。そうですよね。いや、ゲロ温泉のその飛騨屋記念会でびっくりしましたわ。なんと郷土の英雄だったと。いや、一回見に行きます。一回これぜひ見に行ってください。ゲロ温泉からやったら山の上にありますから、多分何言ったタクシーで行ったかな。じゃこれはショックですね。でしょ。でも、まだね、高田屋貨幣とかさ、うん、暗く松右衛門だとまだ分かるんだけど、こうちょっと土壌が違うところでやるでしょ、連中。うん、飛騨さんはまんまでしょ。もう、いや、飛騨屋久兵衛を褒められてるとこ初めて見た。要は富を収奪してきて、ここに還元してくれたから偉いっていう。いや、ちょっと驚きました。飛騨屋久兵衛ってのは、決勝の後下呂に帰るんですよ、これ。あ、下呂に帰って生きてたの？久兵衛さんは、決勝の後と下呂で包ま、下呂の商人とで生き延びますよ、彼は。普通だったら縛り首だよね。結局、所払いになっただけで、もともとはゲロに本店、ゲロが出身やから、出身のゲロに戻って。だから、儲けたものはプールして、それは自分にとっちゃ偉いよね。うん、穏やかな、寄せを送ってますよ。番頭が悪いと。久兵衛様、あの時にまだ30前半やったかな。親父の後継いだばかりで。松前藩に騙されたっつったら騙されたんらしいですけどね。松前藩に一杯食わされた。ものすごい借金を踏み倒されたみたいですね、飛騨屋さんは。松前藩に。安穏にやってるんだから儲かってるわけですよ。うん。新自由主義ですね。いや、これはびっくりしましたわ。今でもあるんか、多分あるはずだと思うけども、飛騨屋久兵衛記念館、ゲロ。いや、私はてっきりね、お家没収取り潰しぐらい受けてるかと思ったけど、違うんですね。違いまんねん、これが。ゲロ温泉ふるさと歴史記念館っていうのがあって、そこですね。北海に遊戯した飛騨屋久兵衛。じゃあ、筆貼ってきますか。遊戯で略奪した、ピタッ。飛騨屋久兵衛、すごいな。今、あっちこっち、宗谷、国後、切りたっぷ、厚岸、薬、白糠、江戸も、受け負い場所にしていて、鉄塩とか石狩山とか夕張とか全部飛騨屋が請け負ってるから。取り潰し獄門でしょ、これ。やっぱ日本は江戸時代に戻ったのかな、現在は。ああ、で材木の切り出しで儲けとるんですね。そうですよ、うん、この人。で、川が荒れるんですよ。で、このホームページ見たら書いてある、下呂温泉ふるさと歴史記念館パネル、展示パネルの記述はあまりに飛騨屋を美化してるので、このページの最後にちゃんと書くと言いますで。松前藩ね、一回柳川に飛ばされたんでしょ。はい。また復帰するんですか。復帰します。巨大な賄賂も食ったしね。うん、この柿崎八郷がかなり活躍したみたいですね。うん、かなり裏で賄賂とか、幕閣園の賄賂、幕閣工作の中心をどうも狙ってたのはこの柿崎八郷ですわ。うん、
だから政治家としてものすごい有能ですよね、ある意味。幕府ももううまくいかないんですね。うん。あの秀谷久兵衛、四代目秀谷久兵衛、松里さんは、船知目指しの後は、地域のために一層力を入れて頑張ったそうです。はあ、で、あの、関西の馬術再開にこぎつけて、秀谷の人々が、飛騨では、だからものすごい、あれですよね、飛騨ではものすごい、あの、偉人ですね。偉人ですね。ちゃんと最後はちゃんと江戸で生涯終わったみたいです、63歳で。下手したら、本当、日本、北海道、カタカタになるところって。相当収奪したのがプールしてて豊かにやったわけですね。うん。幕府も甘いね。全部吸い上げないと。飛騨の直轄領でしょ？違うの？いや、そうですね、飛騨は。全部吸い上げりゃいいのに、本当に。それどころか、結構いろいろと幕府も便器上がってるから、金ですわ、金。金ですわ、金。相当もらったんでしょうね、ワイロね。うん。今日は朝と夜、両方とも絶望的になりますね。首里城と飛騨久兵衛。アイヌね、はい、一般的に貧しくなるというのは分かるんですけど、アイヌの中で財を成した人はいないんですか？いや、いますよ。いるですか？うん、それはあの、その、ここ最初に出てきてた月の絵さんとか、イコトイさんというのは当然、相当溜め込んでます。イコトイに関しては結構詳細残ってて、数十人単位で奴隷を持ってない。宝物とかいっぱい持ってる、いわば、彼はアイヌの中でも、セレブです。なんせ、あれ、彼は、この絵描かれた時の、これが実際、あれじゃないんですが、この小田島市の段階で彼30半ばですからね、30半ばで、まあ、捜査人で、数十人の撃たれという、奴隷を抱えて、あっちこっちブイブイ言わせてますね、この人は。国後にも出てって、イコリ会員と喧嘩したり、戦闘行為やってます。うん、だからやっぱりね、この東方アイヌが豊かなのは、まだ残っている千島アイヌとの交易ですよね。そうですね。だから、ラッコを買いに行くわけですね、この人たち。そこに富の源泉があるわけで、それがどこ行くかって言ったら、やっぱり日本なんでしょ。うん、ですね。彼らはロシアとの交流もやってますからね、こういうロシアとの交流、こいつら。ロシアからどんだけの文物が出てきてるかわかんないけど、まあ、結構、毛皮は売ってるだろうね。何が対価できてるんでしょう、シベリア交易と一緒で、ロシア側に出すものはわかるんです。うん。向こうから何来てるんですか？何来てるんでしょうね。それはわからない。そこはわかんないんです、私は昔から。全然わかんない。いや、中国側からは錦とかね、明らかなものが来てるわけですよね。うん、もしくはウォッカでも来て、飲んで終わり。それは。瓶ぐらい出てきそうだね。ああ、でもその瓶は出てこないわけだから、瓶か、銃。そうやったら出るな、銃が。うん、残らないな。わかんないんですよ、太鼓が。何なんでしょう。これは謎で。絶対。ん？絶対。いや、知らんけど。絶対やったから残らない。まあ、そうか。まあ、どうぞ。あるかもしれないですね。鉄砲とか武器ではないんですかね。だと出てくると思うんです、物が。うん。物が出てきて、物が見当たらないから、多分鉄砲、うん、私も一瞬連れてない。鉄砲。などではなさそうだなという。難しくて分かんない。どうでもいい軍服は一心材かもしれませんね。うん、難しい、分かんない私。靴とか要するに一心材やったら何があれか分からないですからね。うん、先ほどのクワガタと一緒で、うん、クワガタとか、あとそれから蝦夷太刀と言われるアイヌ向けに作られた粗悪品の太刀。うん、これを例えば一般書ではこういう粗悪品でごまかしたけども、せやなくて切れんでええんやと、うん、刀切れる必要ないねんと、一心材系かなっていう、
維新さんに関してはさ、最近、高校のさ、ちょめちょめな人たちはさ、政治なんてのはどこでも出てきますから普通です。え？あ、そう？じゃああんたがあった30年前までそんなこと言ってた？それから真っ当な政治ってそんなにいっぱい出てくるの？っていう。維新罪と一般罪、こんなごちゃりした議論するんだよね。まあ、すいません、変な話だけど。よくわかんない。だから、この、捜査人が、そのまんま強いわけじゃないんでしょ？どっかで没落するわけだよね。やっぱり、商業形態の変化でしょ？集団性っていうか。うん、ここら辺をね、きちっと書いたの見たことないな。幕末にはこいつら見なくなりますからね、こういうの。ないですね。よく黙ってましたね。普通だったら反乱起こすけど、牙抜かれてんのかな。まあ、この、結局、この人が一つのポイントになってくると思うけども、まあ、彼が継いだわけだけども、うん、結局、彼の後がわからないんですよね。うん、イコリカヤニまで、このイコリカヤニとイコトエが喧嘩して結局それを近藤十三が仲介してるまでは分からない、その後は分からないわけ。うん。ある意味、あの、末子相続性の弱さ。うん。末子相続性でしょ、これ言ってると。どうもね。分からん。すいません。謎だらけ、蝦夷地は。結局、あの、近藤十三さん帰っちゃうと、あの、しばらく、あの、全く記録が残らないで、うんうん、次入ってくる頃にはもうみんないなくなっちゃった。うん。国後もほぼ人間なので、あの、入れ替わってしまってると。玉虫漂う入法記見ても、そんな大野分なんて出てこないね。うん。藤野なんとかさんが、あの、国後に入って、結局、網走と国後、ガーッと人間シャッフルしちゃって、ということが可能になるというのはその以前になかったんですね。あとあれでしょ、高砂の苦楽松右衛門がエトロフまで行けるとか、その後ついで高田屋家辺を行けるっていうのもなんか関係あるんだろうね。うん、なんか構造が変わってますよね、あるところで。何年ぐらいなんだろう。1800、やっぱり1810年から20年あたりが大きいんちゃうかな。そこら辺ですね。もう40年だったら全く構造変わってますよね。うん、それで何があったかですよね。何があったかですね。わかんない。記録ない。記録ないです。何かが変わってるんですね。構造的にゴリッと。うわぁ。今日すげえマニアックじゃない。ちゃちゃ入れてる私も、このちゃちゃっていうのも、あの、アイヌ語なんだけど。あの、今日の話で松平定信が北海道を緩衝地帯にいうことを言われましたけども、はい、それよりも北の樺太とかあっちを緩衝地帯とかみたいな発想はないわけですね。いや、あれです、蝦夷地ってのは、あの、当時の蝦夷地ってのは北蝦夷地が樺太です。だから、サハリンなんかはもう完璧にロシアと日本とアイヌがこう、ごっちゃになってる地域なんですよ。ああ、そういうことですか。あのね、これは非常に大きい問題で、うん、要は国境、マージンっていうのが線なのか面なのかっていう話なんです。松平定信っていうのはどちらかというとまだ中世の感覚があって、うん、あの、面としてのマージン考えてるわけです。これが、あの、幕府、江戸幕府としてもいわゆる竹島問題とかは緩衝地帯マージンとして処理しようとしているのが明白なんですね、資料的には。ですよね。ところがそれを線として考える近代的な考え方とどうなるのか。そう、線として考える日本側もいるし、今の韓国の研究者はほとんど線として考えるんですね。うん、ここでいつも韓国行ってバチバチ喧嘩するんだけど、日本では、定信ぐらいまでは、割とこう、いや、まあ、マージンってのは面なんだと。中世的な感覚がまだあるわけですよね。そうですね。これがね、現代人に分かるかどうかって問題なんですね。うん。国境は面なのか線なのか。今に通ずる大きい問題ですね。で、幕府の中でも面は認めないんでしょ？認めなくなってくるんですね、これ、どん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 。
サタナブって割と現実的なところあるから、うん、なんか千なんて言ったら大変なことになるから面で収めとけっていう。そこのところ戦火すると結局鎖国になるんですね。なる、うん、もうあの面倒くさいから鎖国しちゃえと。そうそう、サナノブ以降ですよね、鎖国というのが、あの国税、あの国税になってくるの。だからあそこはやっぱり大きなターニングポイントで、鎖国って感覚がないんですよね。そうですね。マージナルな面が広がってるから、そこからこう、出陣し合って、ぐちゃ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 やってる感じ。うん、それが、松前口、対馬口、長崎口、薩摩口。ですよね。干渉主体があってっていう、鎖国なんて考えはないわけですよね。うん、今日 の、 あの伺ったマージナルな面という考え方、あっそうかと私は思ったんですけど。ですね。だからそこにあのマージナルマンが活躍するわけですね。それが和光なんですね、ある意味和光的世界、和光的状況、うん、だから帝政公なんてまさにそういう人なんでしょ。日本人だか中国人なんだか分からなくて、五島列島に台湾まで行くわけですね。うん、この間あの国立劇場に天竺徳兵衛がかかったんで、その解説文ちょろっと書いたんだけど、私はあのグローバルヒストリーの子書いて、要するにあの天竺徳兵衛っていうのはマージナルマンの最後の世代のイメージなんだってことを書いたわけですよ。で、じゃあ天竺徳兵衛っていうのは芝居でどういう人かっていうと、中国人と日本人で混血 で日本転覆を図るって、やっぱりマージナルマンとして書かれるわけですね。ああ。やっぱりこうマージナルマンのイメージって非常に近世日本でも大きくてっていうことを思ったんですけどね。あのこの面としてのマージナルマンっていうのを強烈に打ち出してるのは村井庄介先生ですね。ですね。で中国とか韓国の研究者からボコスコイ殴られるんだけどありますよね、マージナルマンの世界って。私もこう渡り島の子孫なんで一部ね。ああそうなりますね。でそのマージナル世界ってよく皮膚感覚で分かるわけですよ。中国なんかで受け入れられるのですか。だから、うん、いわゆる律令的な国家間の支配する社会ではありえないわけですね。ああ、なるほどね。すいません、これは私の主観。国境というのはこう見て目に触れるこの世界であって戦乱だって言うんだよね。うん、境界線か境界領域かという問題で。そうですね。これ大きいよね。すっごい大きい問題。19世紀と大きいですね。うん。おそらく非常に。線に修練していくんだよね、完全に。蝦夷地処分問題ってそうでしょ。完璧にそうですね。積み残しが竹島問題で。うん。尖閣問題で結局あれそういうことですもんね。うん、まあで処理しなかった方ですね、あっちは。だから噛み合わないんですよ、議論いくらしても。だから韓国の研究者の主張を聞くと、ほとんどが日本側はここは日本じゃない、日本の領土じゃないと言ってる以上韓国だって言うんです。はここはね、あのさよの私とうよの御座君が一緒にいても両方ともはになるわけです。日本じゃないってことがイコール諸村側の領土ってことにならないっていうのがこっちの感覚なんですね。それはマージナル領域っていうのを考えるからで、向こうの研究者のほとんどはマージナル領域って考えないわけです。うん、そうすると日本じゃないって言ってるうちはこっちなんだっていう、はいいですか、落とし物があります、落とし物があってあなたのものじゃないって言ったら私のものです。いや違う違う、それは占有物、占有離脱物横領になるんだからって議論するんだけど、なかなか通じない。これ強烈なイメージ差ですね。うん、
なんか高橋公明さんも猫とか言ってあったな、なんか本当、うん、和光の話でなんか、うん、和光日本人なんですよ、向こうに言われるわけで。いや、それは違うでしょ。うん、高橋公明さんもあのなんか韓国の人と話すともうそこのところビシッと開けちゃうんで困ると。だいぶ変わってきてますけどね。なんか やっぱりさすがに、うん、若い人はやっぱりその辺は変わってきますよね、うん、マージナル領域の、うん、だってこれ本当にエゾチ問題からまさに広大なマージナル領域があるわけでしょ、うん、そこにこうグラデュエーションがあって旧渡りの同世界があって、あれだって日本かどうか分かんないわけで、うん、そこに松前って変な支配権力があって大名になるかどうかも分かんないですね。もともと当主ですね、うん、藩主でもなくて、その後輩に背景にはもう広大なマージナル領域があって、さあどうしましょう。それどうにもなんなくて飛んで兵なんでしょ。面白いですね。だからマージナル領域の最後の具体的な問題としての北海道って書きゃいいじゃない、これ先生。まあ誰か書いてくれることだったよ。